大久保陽吉は、日本中央競馬会、美穂トレーニングセンターに所属していた元長教師。大久保末吉の長男として生まれ、早稲田大学理工学部卒業後、建築士を経て、競馬会に入る。1976年に長教師免許を取得し、1990年代後半に GI 競争5勝を挙げたメジロドーベルなど数々の活躍場を管理した。年、 定年により引退。東京都府中市出身。1944年、東京競馬場所属の騎士県庁教師、大久保末吉の長男として生まれる。幼少の頃から馬に親しみ、騎手になることを目標にしていたが、体が大きくなりすぎたために断念。私立明星中学校、高等学校を経て、早稲田大学理工学部建築学科に入学した。 建築の道へ進んだ理由は図面描きが好きであったことによる。大学卒業後は建築設計士として前田建設工業に入社、八幡製鉄機密工場火力発電所の工事などに携わった。その後、一級建築士資格も取得したが、父、末吉氏が高齢になっていたこと、また1964年にクラシック三冠を達成した新山の登場以来、 競馬に対する世間のイメージ向上が進みつつあったことなどもあり、父を補佐するため1971年に前田建設工業を退社し、調教助手に転身した。1976年に調教師免許を取得。半年開業を待った後、同年12月に管理場初出走を迎えた。年をまたぎ、翌1977年2月5日に初勝利を挙げ、 当年12勝を挙げた。父、末吉が、メジロムサなど、メジロを冠名とする、北野と与吉所有場の管理を多数受け負っていたことから、与吉は北野が創設したメジロ牧場からの予託場を、数多く手掛けた。1979年には初管理場の一頭である、メジロファントムが、東京新聞杯に優勝し、管理場の重賞初勝利を挙げた。 同馬は1983年まで走り、目黒記念優勝の他天皇賞、有馬記念で、計三度の二着など重賞戦線の名脇役として人気を博した。1984年には、目白ジュピター、目白アンタレスで、春秋の中山大障害を連覇するなど、目白四頭で重賞勝利、年間では、自身初の三十勝を挙げ、関東の優秀状況師匠と、 重症獲得調教師賞を重賞した。その後もコンスタントに重症勝利を挙げ、年間では20勝前後の成績が続いた。1986年には競馬キャスター長岡和也の紹介で新進馬種の国本哲秀と知り合い、囲碁厩舎の主要顧客となった。1992年に大久保の管理で初勝利を挙げた湘南グレースは、 国本の場修行7年目での初勝利場となった。1994年には、競馬学校騎手課程を卒業した吉田豊を、旧社所属騎手として引き受け、以後吉田を主戦騎手とした。1996年12月に、メジロドーベルが、阪神3歳ステークスを制し、大久保は、開業21年目、吉田は、デビュー3年目での GI 競争初制覇を果たす。 年間では37勝を挙げ、勝利度数ランキングで藤沢和夫に次ぐ全国2位につけた。翌年には同馬で優秀品馬に優勝し、クラシック競争を初制覇。末吉が管理したひ馬ば目白じろが1966年のオークスで2着となっており、陽吉にとっては親子2代、31年越しの雪辱となった。当年は他に、 週刊小制覇などを含む自己最高の40勝を挙げ、前年に次ぐ勝利度数2位を記録した。メジロドーベルは1999年の引退までにエリザベス女王杯2勝を加え、牝馬として当時最多の GI 競争5勝を達成した。以後大久保は関東所属長教師の上位に定着し、安定して30勝以上を記録していった。2002年には、 湘南グレースの3区、湘南カンプで高松の宮記念に優勝。2004年には湘南パントルで阪神ジュベナイルフィリーズを制した。目白、湘南以外の管理場ではリージェントブラフで2002年の川崎記念、オーロマイスターで2010年のマイルチャンピオンシップ南部杯を制している。定年引退を翌年に控えた2014年には湘南ラグーンが 青場所を制し、大久保にとって10年ぶりにして、最後となる、競馬の祭典東京優秀にへの出走権を得た。同馬は、メジロドーベルの孫にあたり、大久保は、2戦で引退したおっかさんの無念もあって、リベンジの思いも強かった。一番嬉しい勝利だと、涙ながらに語った。本番では6着で、2004年ハイアーゲームでの3着が、日本ダービーでの最高成績となった。 2015年2月28日付で定年により、調教師を引退。通算8990戦887勝、GI 競争10勝を含む10勝45勝。調教師引退後は、日刊スポーツで、毎月1回、大久保陽吉元調教師モノモースを連載。また、BS テレビ東京、テレビ東京などで放送されている。 ウィニング競馬に解説者として出演している。数字は中央のみ、上記の他地方競馬及び日本国外で通算69戦9勝。太字は文下生括弧内は旧社所属機関と所属中の職分。中央競馬には上記の他に大久保ふさ松、大久保石松など大久保生のものが数多いが、それぞれに近親関係はない。 しかし、陽吉によれば、いずれも過疎は、青森県八戸市の同じ集落にあり、江戸時代ぐらいまで遡れば、おそらく親戚という。ありがとうございます。